コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、右投げ右打ちの投手、フォームは田村、好きな球団はアバタからアバタボール狙いで阪神でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星134。球速は速くてスタミナも最高値。OK ですね。コントロールは普通と。これは変化球まずね、絶対もらいましょう、先に。なので。はい、どうだ？パーム。高速シンカーとパーム。スタミナ。選手がな、そっち行っちゃうか。会いたかったけどね。まあ、球速はね、プラス1しか出ないから、トレジャー、それは強い。それは強いぞ。ありがてえ。はい、ということで、137の DD。変化球は2球種の4。ナイス宝箱。キャラワイ。なるほど。OK。そしたらカードとか欲しいね。シンスタ、強い。14か。あー、やる気ダウンが痛えな、これ。どうしようかな。まずあって、玉持ち。ガンガンね、まずは選手に会っていこう。輝く強い。あ、また赤か。はい、チヤホヤ、うまいね。超回復。よしよしよし。はい、スタミナ。秋山さんかな。勝ち運欲しいな。さあ、シャッフルして、選手が出てこない。緩急。緩急か。悪くはないけど。赤い、赤い、赤いぞ、それ。選手が左下に出てくるね。ちょっとそこ赤いからね。こっちだな。拾う、神竜。やべえ、カードが充実。くそ、選手が。藤波くんか。人気者。プロ野球選手、みんな人気者です。安心してください。今度は岩貞さんですね。輝く強いよ。うわ、赤おにぎり2個出てきたか。辛いな、それ。はい、岩貞さん。内角攻め。超回復。やばいな、これ上に行けないからな。赤消さないとな、これ。はい。球速アップ。下側に出てくる。斉藤さん、上に行っちゃダメよ。上に行っちゃダメよ。落とす。まあまあまあ耐え。ナイス、チヤホヤ。やる気上げて。はい。赤なくす。来た。来た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 。選手もっと分け。ナイス進化。ナイス回復。あー、もうハテナマス。なくなっちゃった。選手が右上ですね。アルカンタラさんだ。ガンダがこの下に出てきた。ガンダじゃない。こっち。よしよし。あー、監督だったね。無理に会う必要ないけど。はい、アルカンタラさん。310。いやー、全然出てこねえな。終わるか。さすがに待つのがもったいねえ。で、チヤホヤカードね、落としちゃったんだね。地味にもったいないんですけど、同じ球種かい。同じ球種かい。ナイス回復量。超回復ナイス。これもったいないな。落とす。いやー、マジか、俺の友達。俺の大事な。ナイス2段階。やべ、選手が逃げる。オーケー。及川くん、スタミナ。やべ、スタミナめっちゃ上がってるやん。いやー、これスタミナ先に行くか。どうする。スタミナ先に行かないと、なんか悪いことがね、スタミナ出ちゃいそうで怖い。偉人伝、耐えた。高速チャージに根性。プラス1か。赤消せ。うまい。狙い通り。やる気満タン。ヒーリングがない。148、もっと上げていきたいね。第2変化ナイス。高速進化をかぶさないでください。お願いムーブで。はい。サクチェ。あ、まあまあまあ、緩急ついてよかったわ。そしたら、こういって。
さあどこだ。なるほど、これ来るでしょ。 OK。 まあちょっとね、6歩使って5の回復なんでよろしくはないんですけど、うん、最低限だね。葵か、これ葵また右来るよね。葵をどうゲットするか。先ここやる気潰して新守備出たー。わけのわからん。球速ありがたいけどコントロールはいらないと。あ、違う、コントロールじゃない、あれはいらないと、スタミナはいらないと。これ進藤さんに会っときたいけどね。ワンツーツー、正規力、そこじゃないんですな。ワンツーツーと。オッケー。球速上げたいけどきついかな。神竜カードあるよね、トレジャーと。これ行く価値あんまないんでここはスルーしていこう。さあ500は超えてきた。あとは宝箱で素晴らしいのを引いていく。第二変化、なるほど。取る、2段階いかない。これこっちから行きたいね。超回復うまいで降ってくる。初手6個はやめて。1234、会えるのか。あー動かんかったね初手。コントロールが出ちゃいそうな気がするな。うわーマジかー、スタミナと。それはひどすぎる。新人伝知り上がりだけ、あの逃げ玉クイック、やべ超特ノーマンになってる。今500ジャスト。幽霊何やってんのせっから。オッケー、黒羽、あー強いねー。中継ぎかなー。青来た、変化球うめえ、うますぎ。まあ、カレンさんは無視でいいな。12345、あーコントロール上げとかないと、これコントロール出ちゃいそうな気がするんで2乗。 OK、 よし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 、いい処理いい処理。2段階いった。12345、球速いって600超えたけど、最後宝箱、新何々で偉人伝特ノーマンや。いいでしょう、超特ノーマンで出来上がり626。カレンさんがこっちを見ている。いいなプロ入りいいなと。よしよく粘りました。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星626からムツくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。球速158キロにコントロール S100、 スタミナは B に落ちてしまって、本当だったらば S100 だったのがもったいない。それでも変化球、高速シンカー6にサークルチェンジが5と、なかなか強い。そして何より青徳が12個と、キャラワイ、そして偉人伝でめちゃくちゃ増えました。それではオートペナント期待して回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら。防御率 2.12。 この成績よく頑張ったんじゃないでしょうか。青徳のおかげですね。でギリギリ200イニング到達できず、で13勝こちらね、なんと4人並んで最多勝のタイトルで、6割1分9厘で、まあね、13勝以上がこれだけいたので、うん、まあ負けの数がねどうしてもね、多かったので、残念ながら最優秀勝率のタイトルは取れず。ということで、ムツくん見ていくと、今回なんとね完封完投0なんですよね。スタミナ B だから仕方ないのかと思ったんですが、根性丸も持ってるので頑張ってくれると思ったんですけど、残念ながらね完封完投0と。でクオリティスタート 73.3% のハイクオリティスタート 46.7%、 あとタイトル取ったのは237奪三振、 10.6 の奪三振率、これも立派なのでお見事ですと。わ、デッドボール0か、すげえな。
約200イニング投げてデッドボールゼロはめちゃめちゃ優秀ですね。さすがコントロール S100。 あとは KBB6.58 ということで、よく頑張りました。今回のムツくん、なんと取ったタイトルが謎です。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、ベストナイン、MVP の合計5つでした。MVP を取ったのにもかかわらず、新人王をサトテルさんに取られてしまった。一体どういう基準だったのか、いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。